アジア杯で3大会ぶり5度目の優勝を目指す D 組の日本代表は19日、勝てば1次リーグ突破が決まるイラク戦に臨む。18日はドーハ市内で冒頭15分を報道陣に公開し、約1時間の調整を行った。チームが現地入りした5日以降、初めて全26選手が揃っての全体練習を行った。この日はトレーニングパートナー5選手も含めた31選手がピッチに勢ぞろい。左足首の負傷を抱えていた MF 三笘は16日から一部別メニュー調整ながらも全体練習に合流し、首の痛みで16日に宿舎療養した DF 渡辺も元気に汗を流した。